反乱軍は織田軍との。というわけで到着。腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那を突き見りゃいいっすね。やってんねん。敵はただの患者か。この名族炎鵬書が出るまでもあるまい。炎鵬殿が果たして本気かどうか。ルーマさんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。だって得意の関係で気を割らせてうるさいうるさい。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようじゃ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が。自力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。砕かれるの、砕かれるの。花田の裏切り者。宮田さんにしただけで大丈夫？この間は少しとんでもないことが起こっちゃうのに。何？とんでもないことって？協力したらまずいんじゃ。よろしくお願いします。はい。しっかりして今は父様を信じて進まなきゃ。ちゃんと強い宿敵ですね。そうじゃない人も多いですから。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。ゆべは埋めらせよ。この部屋が教えて。ルーマの旦那、またよからぬことを考えてますな。あの乱入してきた人たち、ルーマの旦那の親戚。仕事無人なところがそっくりだね。憧れなもののふよの。あの人たち、すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。この部隊が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。次に預けるぞ。
づいたようじゃねえ。じゃあ当初の目的を達成しようか。ヘイ、キューマの旦那を突き詰める気持ちですね。何なのよあの怪しい女、いきなり襲ってきて。兵たちが傷ついてしまったわ。カイ、一度体勢を立て直しましょう。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。門を開いて本陣に交代。柵の匂いがプンプンするのを果して敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が部にて柵元を打ち破ってみせよう。氏康もじゃけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。これぞ無双。覚えておけ。待機である。雪村こそ天下無双じゃねえ。わしは寝ててもよさそうじゃの。
華やかなるもののふじゃねえ。ながら見事武をもって恩義報い申しだな。我に用があるんだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですか。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんを打たせない。私が相手を務めます。今こそ気力を奮い立たせねば。諦めぬ限り道は開ける。ちゃんと強い出席ですね。そうじゃない人も多いですから。私のやる気負けないわよ。俺
下がれ。うん、回避である。真田の戦ご覧になれ。知略に挑もうとは無謀だな。かっこよさじゃねえ。
にかけ、来たれ水流。風は捉えられる。なんと逃げられちゃっただね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること。私たちはお父様を信じついてきました。でももし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上
織田軍の元で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければきっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるしそっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで。ああ、これからは皆。そういえばあの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かし、いろいろ偵察はしてましたが。見せて乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者かっ。宝生殿、こんなところでいかがされた？その城が信長の襲撃を受けたので救援を求めに来たんです。なんと。俺はなんとか脱出しましたがかなり危険な状況でしてね。ええ、もちろんです。ハム、聞こえたぞ。あなたも。ま、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。織田軍へ倍返しをしに。